はい、こんにちは。前回のライブでは、ミニチュアの、下地ですねを塗りました。で、コントラストで、楽に塗るために、黒のベースからね、ドライブラシをの、スタンピングを使って、陰影をつけてからコントラストで塗り分けると、やりやすいですよっていう話をしました。ちょっとね、顔はね、指きたね顔はちょっとあの白で塗りつぶしました。あのザラザラが目立つんで。で、ちょっとね、あの僕自分の指が綺麗なんで、あの今あのね、手を洗いましょうって、各所で言ってますけれども、手荒れっていうのはね、良くないらしいですよ。手荒れしてるとそこに、その荒れてる部分にね、雑菌とかが残るので、手を洗っ、きれいに洗ってね、時間をかけて洗って、まあね、洗ったら、まあ、消毒までしなくてもいいとかもしれないですけど、まあ、ハンドクリームとかもね、使ったらいいですよって昔医療従事者の方に教えてもらったことがあります。はい、手荒れの部分はね、汚れが溜まりやすいんで、そこは洗い落としきれ、まあそんなことはいいやで、これを塗ってました。はい、見えるかな、ちょっとこれ外しますホルダーから。はい、これはインフィニティのO12 っていう、なんか警備部みたいなやつですね。はい、の、まあ、ヒューマノイド人間型ユニットです。はい、でちょっとね、ここの腕の関節の明るい部分、元の色はこんな色です。はい、これはまあ、メタリックを使わないでノンメタで、多分ね、有名なアンヘルさんが、塗られたやつだと思うんですけど、はい、でこれを元に塗ったわけです。はい、で下地がね、結構まあ、カメラで撮ると、まあ、下地が隠れているように見えるんですけども、肉眼で見るとね、結構その、コントラストとかインクを生かした質感になっています。はい、でここのこのこういう部分がね、もうちょっと明るい色にしたかったんですけど、このコントラストのこの水色では明るくならなくてですね、ちょっと白を混ぜたら黒いところまで染みちゃって、ちょっとあんまり良くなくなっちゃいました。イメージと変わっちゃいました。でそれ以外の、まあ、これからゴールドにするこういうチャックの部分とか、なんだろう、銃とか、僕銃はね、銃に関しては何ですかね、金属色を塗ってからカラーをのせるのが好きです。金属であろうっていうことでね、まあ、プラスチック製の武器もありますけど。はい、で顔がね、結構ちょっとコントラスト濃いめに塗っちゃって、ほとんど潰れちゃったので、ちょっとここは後で加工します。はい、あとこれね、この双眼鏡ですよね。はい、
て、帽子のところまだ塗ってないんで帽子を塗っていきますけども、この写真を見ると帽子の前半分が青で縁も青で後ろの半分3分の2ぐらいが黒になってますね。はい、でコントラストとかインクを使うときに、まあ一つ前の動画でも言ったんですけれども、ヨーグレットのね、この包装ありますよね、錠剤が入ってるようなあの薬っぽい容器、これが便利なんですよっていう話をしたんですよ。はい、薬をね普段飲まない人でもこうヨーグレットならねダイソーで多分買えるでしょうね、通販でもあるかもしれません。はい、でここにコントラストってねこうやって垂らしちゃうとダラってなっちゃうでしょ。でここに入れとくとこういう風に溜まって入れとけるので、ある程度まあ乾いてはいっちゃいますけども、でここからすくってここに出してちょっと、混ぜてって感じにしてます。はい、でここにこれすげえ汚くて 見せたくないんですけど、これね W って書いてるんです。ウォーターの W です、ね、まあいいや、ウォーターです。でここもう字聞いちゃいましたけど、これはねメディウムを入れるとこだったんです。でここはシンナーで T って書いてたんですけど T も消えちゃいました。でシンナーとメディウムは違います。どちらも薄める、あるいは溶媒となるんですけども、シンナーは、溶かして薄める。で水とシンナーも違います。で水は、溶けてる、なんですかね、染料と、そう、着色成分ですね。ちょっと言葉を忘れちゃいましたね、もう勘弁してください。名前がポッと出てこないです。色色素を、水だと、均一にっていうか濃度を薄めてバラさせちゃいます。で、アクリルシンナーね、こういうこれはスケールのアクリルシンナーですけども、これとかで使うと、塗料も溶かしつつ、濃度も薄まってっていう感じで、色を薄めたい場合にはアクリルシンナーを使います。でメディウムはこういう、 こう容器がちょっと違いますけど、ラミアメディウムってありますよね。これは溶媒なんです。要は塗料を溶かすんですけれども、これは固化する成分が入ってます。はい、これよくわかると思いますけど、こう僕は手入れが悪いのでこれのそこの部分、これなんかギザギザってこう割れてるでしょ、これメディウムをここに入れっぱなしにしててこうなったんです。要はメディウムっていうのは固まる固化する成分も入ってます。なのでコントラスト、まあコントラスト用のメディウムもありますけども、あれも固まります。はい、なのでまあ溶かすとともに、硬化させる成分も入っているので、まあ傘も増すんですよね。まあちょっとね使い方がシンナーとは違う。シンナーは乾いて蒸発しますけども、固まるっていうことは、ありません。なのでメディウムはその辺でちょっと使い方が若干違いますね。で艶消しにしたい、ここ今メタリックから、これメタリックはファレホのどっかやっちゃった、まあ、これリキッドメタルのシリーズのシルバーを使いました。はい、でこのリキッドメタルはね96%7% 以上のアルコールじゃないと溶かせないんですけど、アルコールが今入手困難なのでラッカー系のシンナーでちょっと溶かしてます。で筆洗うのも水を使ってはいけないんですね。この中あるいはボトルの中に水を含ませると中にこの金属成分を使ってるらしいんですよ。
でそれが酸化する、まあ、錆びるので水は近づけるなって言ってるんですよ。なのでアクリルシンナーも水も、まあ、メディウムもおそらく水分が入っているのでダメですね。でちょっとなんか強めの、ピュアシンナーとかね、なんかそうフレッシャーズピュアシフィニッシャーズかピュアシンナーとか、ラッカー系の薄め液とかを、僕は使ってます。あのボトルに直に筆を入れたりすることは決してありません。開けっぱなしにすることも、しないようにしてます。錆びるって言ってもね、多分ね固まるってことだと思うんですよ。でそれを防ぐために、できるだけボトルから直接取ったりするようなことはしません。はい、で塗っていきます。はい、早口でよく分かんなかったかもしれないね。はい、別にいいですよね、そんな説明は。みんな知ってるよと思いながら、多分見てる人もいないですね。でもう一つ、コントラストおよびインクを使う時の技ですけども、まあ、みんな使ってるかもしれませんが、ウォーターパレットの上に、まあ、乗せてた方が、うん、乾かないんでいいんですけども、インクはシャバシャバしてるので溶けていって流れていってしまうんですが、このヨーグレットの、容器がない場合は、これね手芸コーナーとかにある、ただのプラの輪なんですよ。多分ダイソーにもあります。金属よりはプラの方がいいと思います。でそれをポンと置いとくだけです。要は区切ってるんですね。でこれを動かさないようにして、ちょっと水とかで薄めて、でこう触ってる分にはまあ染みていって少し出ることはあるでしょうけども、外に流れではしないだろうっていうことで、こういうリングをねこことかにも置いてますけども、はい、 Thank you watching。 はい、で使ってます。こうやってこう外に飛び出さないようにしてるわけですね。はい、でちょっと塗っていきます。はい、で今回は割とちゃんと塗ってるので、カメラ写りはあまり、気にしないでやっていきます。あ、ちょっと塗料が多かったですね。はい、でこの帽子のつば、まあ、この縁見えてないかな、この縁とつばとこの字が書いてあるところの前ぐらいまでが、青になっているので、うまくこう塗り分けていきます。これが結構難しいですが、これねこれなんだっけな、背中にアルファ部隊なんでしょう、よく分かりませんけど、アルファって書いて、帽子にもアルファって入ってるんですよ。でこの部分、文字の部分はちょっとシルバーをつけてあります。はい、はい、割とねこのライブの時はいつも適当に塗ってたんですけど、今回はちゃんと塗ります。もうちょっとあんまりねカメラ写りを気にすると、うん、集中できないんですけど、まあある程度ねお見せするためにやっているので、
はい、でこの帽子の縁ですね、先の細い筆というよりは、これは何だっけな、ウィンザーニュートンか、あ、これそうですね、ウィンザーニュートンのシリーズ7の0番、割とボトムが太くて先が細いタイプの筆が僕は扱いやすいので好きです。あの水含みが良くて、で、先が細いのでコントロールがしやすいっていうところがあります。はい、こういう風にして塗っていきます。はい、うん、でシルバーの字の部分とかはあまり気にせず今はこれは塗っちゃいます。はい、あと濃い青のところはなかったかな。なんかこの辺も青のような気もするんですけど、まあ黒でいいでしょう。ちょっとね、黒が強すぎたなっていう感じはしますね。もう少し黒は 薄めてから塗ってもよかったかなと思います。はい、でこれ今とりあえず青は塗るところは終わったので、次はですね、まあ、基本的に、まあ、濃い色から、いや薄い色から濃い色って塗ってった方が、作業的にもし、ま、混ざっちゃった時とかのね、あの対処として、やりやすいので、薄い色からいくんですが、顔は後で手直しするとして、今は黄色を塗ります。黄色を ゴールドの部分にね、シルバーはほとんどないですからね、ゴールドの部分にシルバーの上に黄色を乗せることでゴールドに見えるようになんねえかなっていう期待を込めて、やっていきます。はい、今使ってるのはこれです。別にここに出してもいいんですけど、ちょっとね、このインクってね、色が似てるんですよ、その出した時の色が。なんでどれだか分かんなくなっちゃうことが多いんですけど、はい、まあちょっとね、出してみて塗ってみて、あ違ったっつうね、そういうのをやればいいんですよ。はい、で、コントラストじゃねえ、このインクをもっと混ぜた方が良かったかもしれないです。はい、黄色は特にね、あの透けるんで、もっとよく混ぜてから塗った方が良かったかもしれないです。はい、よく混ぜて、で筆に含んでる量をちょっとパレットの上で調節しながら、はい、塗っていきます。で、まあまずはちょっと色着色加減を、試すために、目立たない足の、はい、こんにちは、こんばんは、足のこの辺から塗っていきます。Hi, thank you watching. これはね、シルバーですよ。シルバーのペイントの上にゴールドじゃないや、黄色を塗ってるんです。そうすると、まあ、だいたいゴールドに見えるんじゃないかなと。で、ノンメタリックペイントは今のところ僕はあまり興味はないので、ノンメタリックはしません。はい、結構いい感じの、これね、あのこのイン
デンシティインクは艶消しなので、ああここは艶ありの黄色にすればよかったな。ちょっと色を変えます。結構ゴールドに見えますねこれでもね、うん、あえてキャンディーインクにしないで艶消しでいくか。はい、インテンシティインクは艶消しの黄色なので、仕上がりも艶が多分なくなります。ただそのシルバーの上に塗ることでその金属感が残るんじゃないかなっていうことを期待して塗っています。ここはゴールドじゃないかもしれないけどいいか。はい、このかかととか、これがもうなんかゴールドっぽい感じでしょう。ちょっとあんまりなんかたまらないように工夫して、ちょっとやっぱくぼみにたまっちゃいますけどね、気をつけて塗らないと。はい、ちょっとね見てる人は見づらいかもしれませんが割と真剣に塗ってるので、勘弁してください。はい、こういう感じで、ゴールドにしていきます。シルバーのところをゴールドに変えていきます。はい、ここもそうかな、この肘はちょっとねよく画像見てないんで分かんないんですけど、肘もゴールドのポイントがあってもいいでしょう。ゴールドの色が明るすぎたらもう一段階トーンを下げるために他のインク、例えばこういう、こんな感じの色を足すこともできますからね。乾いた後に調節します。乾いてみないとね、そのどれぐらいの色味になるかわからないんで、その辺も、試しながらってところですね。はい、僕はコントラストはあんまり使わないんですよ。コントラストだけ使うんだったらばいいんですけれども、他の色を下に塗った時にコントラストはね、その溶媒の関係で、他の色を溶かしてしまうことが多いんですよ。溶媒が強いんですね、その溶かす能力が。はい、なので、ここの真ん中はゴールドだったと思うな。はい、で、じゅんぐりね、この腕のこの縁もゴールドだと思います。はい、ここもゴールドでしょう。このグローブのこういう部分、
この辺もなんかポイントでね、ゴールドがあったらいいでしょう。はい、でここも I thank you watching、ここもゴールドにしちゃいましょう。でここはなんかゴールドじゃ ない雰囲気だったんですけども、まあどう塗ろうが僕の勝手なので、ゴールドにしちゃいます。で、ここもゴールドですね。ちょっとこれを 見ましょうか、まあ、ウェブとかを見ればいいんですけど、はい、この縁の部分はゴールドですね。オレンジもあるんでね、オレンジもいいかなと思うんですけど、まあちょっと 黄色めのゴールドで塗ってあるので、ちょっとパッケージの色に合わせて塗っていきます。はい、黒をねちょっとね黒くしすぎちゃったのがちょっと今回の失敗です。黒をもうちょっと薄めてから塗れば良かったですね。黒もインクなんですけど、それをもうちょっと薄くしてから塗ればもうちょっと質感が活かせたかなと思うんですけど、ちょっとベタっと塗って雰囲気になっちゃいました。はい、でここの、肩から首にかけてのアーマー部分ですかね。これもでここもなんかゴールドだったような気がします。首元、はい、こんな感じですかね。はい、どうせならこの帽子のこれも金にしようかな。もともと金色じゃないけど、ちょっとこれで金色にしたぐらいにして、はい。で塗り忘れてる部分もあるのでよく見ながらね。ああちょっとはみ出しちゃった。ちょっとすくってね。インクはこういうところが。ちょっと柔軟にいけますね。はい、これでここも塗って、まあ青と黄色で重なると多分グリーンっぽくなっちゃうとは思うんですけど、まあそこはまあ雰囲気ということで、はい、まあ、今回はね簡単にかっこよく塗れる塗り方っていう感じでやってるので、その辺は勘弁してください。はい、僕は上手じゃないですよ、全然下手です。下手は下手なりになんかうまく塗れる方法を探して塗っているっていう感じです。はい、でこれでゴールド部分が塗れました。はい、したらまあ黒に行きたいんですけど、その前にちょっとここの青をを修正します。でもうちょっと水色、ちょっと黄色が残ってた。よくね筆は洗い流し、同じ筆を使う場合はね、はい、でペーパータオルとかで拭いてますよ。でこのコントラストのこのエメラルド色
みたいなのをちょっと足しつつで、アクリルシンナーを足しつつ、はい、色を作っています。はい、でちょっとここに塗ってみます。うん、これぐらい、もうちょっと白くてもいいかな。はい、でこの白は、マットな白なので、おっとと、多分あまり透けずに、下のこの黒い枠、このヘックスの枠の部分が、隠れてしまうと思います。はい、こう塗っていきます。はい、なんか笑ってくれてる視聴者の方がいますね。なんか面白いことあったかな。面白い面白いね、こうやって笑っておけばね、面白いと思うでしょね。したら頭打ち抜かれんですよ。ちょっとダークになりすぎましたね。はい、勘弁してください。こういう時期ですからね。はいはい、なんでしょう、もうわからないんですけども、とにかく笑っていればいいでしょうね。はい、な感じですよ。ちょっとね、黒い部分がちょっと隠れてしまいましたが、はい、ここを塗って、でここも塗っておきます。はい、多分ね、このこれを見る限り、なんかね、その光ってるスーツみたいなの下に着てるんじゃないかな。なんかあのシールド系のスーツみたいなのを下着っていうかね、として着てるんじゃないかなっていうような表現をしてるんですよね。なので、まあそういうつもりでここに塗ってます。あー、ちょっとついちゃった、ゴールドのとこについちゃった。はい、あー、ちょっとこもう一つ、もうこっちの左腕、この辺もちょっと塗っとこうかな。はい、こんな感じで、塗っていきました。はい、で顔なんですよ。もう一つ問題が、はい、ちょっと一旦置きますよ。顔はね、茶色くなりすぎちゃったんです。なので、ここね、そのひげをもっと茶色くして、あるいは黒くして顔を、目立たせるっていう手もあります。はい、ちょっと何色か重ねているうちに顔が茶色くなっちゃったんですよ。はい、なので、ちょっとね、一つ試したいのが、
あ、危ねえ危ない危ない、ここに置いたら危ないんですよ。一回ねこれを塗ってみたいんですよ。コントラストのねこの読めない、なんかこのグレーをね。で僕あのウォーハンマーもインフィニティもね、ウォークライも何でも構わず塗りますけれども、その塗るときに一つだけこだわりがありまして、ちょっとそうだコントラストをね、これこっから使うでしょ、ここから。そしたらこの力によってどうやったってこのボトルは倒れるんですよ。そういうようにできてるんですから。こぼしたら次の買えよっていう商売なんですよね、あの GW さんは。でそのこすい商売に乗る必要はなくてですね、これ汚いですけど、このスポンジの中はスポイトの中は綺麗ですよ。このスポイトでこういうところの中に出すんですよ。でスポイトはすぐに洗います。はい、でこれで乾かしておきます。こうすれば倒さないでしょ。だからシェイドだろうとコントラストだろうと、別の場所に移しておいた方がいいんですよ。で多分この量使い切らないですからね、使い切らないですからねって自慢げに言う必要はないんですけどもはい。で肌色に関してなんですけども、僕未来人のね肌、特にウォーハンマーですよ。ウォーハンマーの 40K のキャラクターの肌色は健康な肌色なわけがないと思うんですよ、僕のイメージの中では。彼らは遠未来にいるわけですよね。40K も先ですよね。その未来人たちが健康な今の人間のような肌色ではないと思うんですよね。それは人の感触によりますけども、彼らは絶対健康、不健康そうな顔色をしていると思うんですよ。ちょっと筆の。塗料を取りすぎました、はい、不健康そうな顔色をしていると思うんですよね。そう思いませんか、ね、健康的な肌色から人間はだんだん進化して不健康な顔色になっていくんじゃないかなと思うんですよ。そう思うと僕はあのフレッシュとかそういうカラーを使いたくなくて、顔にまあ、紫のシェードとか、青のシェードとか赤のシェードとかをよく使うんですけども、はい、顔色はきっと未来人はね、インフィニティも何百年だっけな、400年だっけな、何百年かしてますけども、まあ、健康な肌色とは限らないですよね。そもそも肌色ってね、何だと思うんですよ。紫色の顔の人がいたっていいじゃないですかね。はい、そんな感じでちょっとね今グレーに塗ってみました。でこのあと色の具合を見て黒とかをちょっと足します。はい、それで、あとはシルバーで塗っちゃってる部分ですね、この銃とかこの双眼鏡、はい、これは金属の銃だろうっていう想定です。あと帽子の後ろですね。で金属の
10の黒は僕はメタリックを塗ってから、まあ、ここもそうですね、ちょっと薄めに塗る予定です。はい、ちょっと帽子の後ろとね、これ帽子の後ろを繰り返して言ってるのは帽子の後ろを塗り忘れないようにするためです。はい、忘れないように。はい、でこれが黒です。はい、インクの黒なんでこんな感じです。でちょっと薄めます。はい、で、ここに黒を塗っていきます。ちょもうちょい濃いかな。はい。ちょっとね、塗りながらそのこのコントラストとかインク系の色は色ののり具合、これね乾くと、黒の場合はより強く出てしまうことがあるので、ちょっと薄めに塗っといた方がいいかもしれません。色ついてないなと思っても、まあその辺でちょっと止めておいて加減して。止めておいた方がいいかもしれません。はい、でこういうちょっとポイントのところも少しねインクを塗って、ピカピカのシルバーっていうよりは少し影があるような感じにしておきます。はい、で奥のピストルですね、腰にホルスターについてるピストル、これも黒に塗ります。ちょっと他の部分に触らないように気をつけながら、はい、黒で塗ります。まあホルスターに入ってるから金属っぽい黒の銃でも何ですかね、まあそんな光ってる部分はないかもしれないんですけど、僕はこれバンドがついてるんで、この銃に関しては、ホルスターじゃなくて銃をそのまま直についてるようなイメージです。はい、まあ雰囲気ですけどね。はい、でこういう感じで塗ります。でまあ縁のところはあえて少し、残してもいいでしょう。でこの背中もシルバーのなんかプレートっぽいんですけども、まあこういう、へこんでいるところからインクを、入れていきます。インクなんでね非常に粘度が低いですから、スルーッとこうくぼみ部分に入っていきます。はい、だいぶ G がアルファっていう字がね濃くなりましたね。でこの周りもこう黒い部分を塗っていきます。まあ、いぶし銀的な雰囲気になりなるようにこう少し加減しながらこうやって塗ります。シャシャシャとね。はい、でアルファの字も濃くなりましたね。はい、結構シルバーにいい感じのシルバーに見えるでしょ。はい、であとはここの
足元のこのヘックスのところですね、ここ全体にウォッシュをしちゃいます。もうちょっと明るい色を塗ってからウォッシュした方が良かったかもしれないですね。こう溝に黒が残るように、入れていきます。まあここもあの溝をなぞってね、筆で塗ってももちろんいいんですよ。こういう風に塗って一つずつ塗ってもいいんですけど、まあ今回は簡単に塗るっていう動画なのでそうしてます。はい。で顔の色なんですが、ちょっとカメラでは伝わりづらいですが、まあ僕は嫌いじゃない色になってきました。はい。でそれより前にちょっと銃を塗っておきます。メインの銃ですね。これはショットガンなのかアサルトライフルなのか、ちょっとデータをちゃんと見てないんでわからないですが、このね下のこの部分を見るとショットガンっぽいですけどね。ショットガンにね、この近未来でこう木のね、なんていうんですかね、あの今のショットガンってこうガッチャンって引くところ木でできてるじゃないですか。でも未来でこういうガッチャンって引くところが木でできているかどうかわかんないですけど、まあ、今だってプラスチックじゃないかなと思いますけど、あ AK のね木っぽいパーツのところあるじゃないですか。 AK の木みたいなパーツのところって木なんですかね、あれ僕知らないんですけど、プラスチックかなと思うんですけど、プラスチックだと壊れるか、あだから AK は壊れるのかまあ自分でね、僕は今1人しかいないんで1人で納得してますけど、はい。ここは濃いめにね塗ってもいいかなっていう感じで、ただ金属感は残るようにしつつ、こう黒が割と溜まりつつみたいな感じで、僕はこういう、まあ、いわゆるガンメタみたいな雰囲気の銃の状態が好きなんですよ。その何て言うんですかね、全体が、あの今もグロックとかね、あの僕そんな銃詳しくないんでよくわかんないんですけど、グロックは樹脂パーツじゃないですか、ほとんどが中身は、外身はで、グロックよりはグロック形は好きなんですよ。でもその、まあ、金属的質感は欲しいんですよね、少なくともこういう模型の場合はね。形としてのグロックは好きなんですが、見た目はまあベレッタとかの方がちょっと金属っぽくていいなっていう、はい。銃を知らない人間が銃について話してますけども、はい。あ、一箇所塗り忘れてた、塗り忘れてたのか色がちゃんと乗ってなかったのか、ここはい、こんな感じになりました。どうでしょうか、このねほんの30分ぐらいで塗れますよ、これぐらい。はい。ほんで顔です。ひげの色はいいと思うんですよ、わりかし。ちょっとね肌の色がまだ良くないので、ちょっと肌だけ塗ります。肌をね何色っぽくしようかな、まあこれがあるからこういう色にしようかな、不健康なね青っぽいこういう色にしようかな。
未来の人間がね、日に焼けた健康的な肌色だとは僕は思っていないんですよ。なんでこういう青とかを使って、でもね、目の中までは今回は塗りません。筆の先をねよく整えて、で光が当たりそうなこういう耳の上とかから塗っていって頬、鼻筋、この人ね口ひげが生えてるみたいなんで、鼻からこう口ひげまで塗ってしまわないように気をつけながら、ああ変なとこについちゃった。塗っていきます。でもしこの色が気に入らなければ、もう一回シェードをかければいいんです。シェードってかね、インクで塗っちゃえばいいんで、はい、こんな感じで、あ、ここにこれ塗っとこうかな。こっち側レンズでしょ。ここはレンズじゃないかな。こう3つ目、このレンズとかね、赤をちょっと入れといたら、ポイントになったかもしれないけど、まあ、今回赤全然使ってないんで、それでちょっとこのね、X の、まあ、中央部分とか黒い溝に入らないようにちょっとより明るい色を塗っておきます。はい、でこっち側も、このこう、まあ、こういう細かいところを塗ると完全に無口になりますけど、まあ、集中するんでちょっと少々ご自由にご歓談ください視聴者同士でね、これね、ライブパーティーチャットみたいにこうね、見る人がみんなでお互いに会話できたらいいですよね。まあそもそも僕のライブを見に来てくれている人はそんなに数は
いないですが、はい、このヘックスの多分中の方とか特定のね縁にホワイトハイライトを入れておくと、いいんじゃないでしょうか。はいはい、こんな感じで結構いい感じで、ちょっとね予想より青が濃いかなっていう気はしますね。はい、なのでもうちょっと仕上げをしていきますが、まずちょっと顔ですね。顔の色が気に入らないので、ここにさらにちょっとインクを足します。ちょっとねあんまりにもデスラーっぽいデスラーってね、あのいたんですよね、偉い人がね、レスラーっぽい色になっちゃったんでちょっと変えました。はい、でちょっとね、青い制服の部分のエッジがちょっとほとんど潰れてしまったんで、これもうちょっとあの明るい色でやればよかったなって今反省してますが、これをじゃあまあ後から修正するにはどうするかというところなんですが、今回はまあ簡単にやる方法のみを紹介しているので、ここにどうしようかな、ファレホにしようかな、スケールだとね、スケールの白とねファレホの白ってね違うんですよ。今回はスケールの白にしときます。スケールカラーの白はもうねポワーっとこう白が明るく光ってるように見えるぐらい、あの白が、光沢がある、光の反射が強いような感じがするんですよね。なのでそれよりはちょっと落ち着いた白の、このファレフォの白を使って、ドライブラシをします。これを使うのはまたこれですね、アディスオーパスの、D のスモールです。でファレフォのペイントは結構粘度が低いので、筆に含ませた後よく拭って、で、まあ、まずこういうね、こういうところにこうやってみます。どれぐらい塗れるかなって確認して、あ、この銃とかね、こういうところの白い部分とかドライブラシがよく効くんで、こうやってみましょう。あまりドライブラシを強くやりすぎると色がつきすぎてしまうので、その辺は見極めながら、ちょっとね青の強すぎる部分にちょいちょいとドライブラシを、もう完全にカメラをのことを忘れてました。はい、でドライブラシのペイントはまっすぐなくなっちゃいますんで、まあ、加減しながら筆からね、あの、気づいたらライブの時間が1時間を超えてしまってました。YouTube でやればよかったな。まあ YouTube でやっても何でやっても一緒なんですけど、
はい、で今最終段階です。はい、ドライブラシで、青いところとか縁、ちょっとこれまだ強いな、これアップロードするとき編集しなきゃいけないのかな、めんどくさいな、はい、めんどくさいとか言っちゃいけませんね、ちゃんと編集した方がいいですね。まあ、ちゃっちゃっちゃーっとこうドライブラシを入れて、あまり強く入れすぎず加減をしながら、あの途中からあまりやりすぎると分かんなくなってきちゃうんで、この必ず手を止めながら様子を確認して、でこういうアーマーとか服とかの少し質感を出したい場合とかは、こすりつける方向あるいはスタンプする方向を変えながらやります。で顔もちょっとやっちゃいましょうか。はい、でちょっとですねハイライトを入れていきます。あ、この白じゃなかった、間違った、まあいいや、指で確認して、はい、まあ頭の上の方はね明るいでしょうから、まあ白多少多めでもいいでしょう。で今回はこっち側から光が入っている雰囲気にしたいので、顔は影になっててもいいんですけど、ちょっとこう光のラインをつけて、で背中方向はあまり強く入れず、これねベースはねこれね僕接着してないんです、これ外れるんです、仮止めだけです。後からペイントをした雰囲気によってどういう地面にするかを変える、室内なのか屋外なのか、草が生えてるのか生えてないのか、アスファルトなのかどうなのかっていうのはトータルバランスで考えたいんです、下手は下手なりにね。なので、外せるようにして後から地面はつけます。こんな感じですかね。はい、いかがでしょうか。これが、インフィニティ、O12O12 の、アルファユニットです。ほとんど、コントラストあるいはインクでペイントしました。はい、うん、背中が結構これなんか黒がね、黒のインクが思ったよりも濃く出るんですね。その辺のちょっと加減がまだインク使いが慣れてないんであれですけども、ちょっとここはもう少しかすれた感じに、
ここだけちょっと強めにドライブラシを入れて、はい、こんな感じですかね。はい、なかなかいい感じじゃないでしょうか。はい、顔は勘弁してください。今回この人に関しては顔はあんまりこだわっていません。はい、銃の質感もね、ちょっとこれカメラでは見栄えが、光のライトの加減であんまり良くないですが、適度にメタリック感と黒の、マットなインク感が出てて、いいんじゃないでしょうかね。はい、ゴールドもね、これビデオでは結構黄色に見えてますけど、下のゴールドが透けて肉眼ではね見えるので、ゴールドっぽく見えます、見た目では。はい、でまあ惜しいところは黒の薄め具合がやっぱちょっと足りなかった。もう少し薄めて下地を透けさせる効果を出したかった、っていう感じがしますね。はい、でまあ青も同様ですね。やっぱ濃い色に関しては少し薄めて、シンナーで薄めて薄めに塗りながら、インクなんでそのあんまり厚ぼったくならないですからね、薄めに塗ってやってもいいかもしれませんね。はい、こんな感じで、はい、割と手早く、はい、多分全体で1時間もかかってないんじゃないでしょうかね。はい、塗れました。まあベースに関してはちょっと、あ、そうだ、アスファルトのね、アスファルトっぽい、マスキングテープを見つけたんですよ。これなんかアスファルトに見えませんかね。これをねペタッとくっつけてベースの仕上げにしようと思います。はい、で後でまあ写真を撮ってアップしますね。これは多分動画2回になっちゃうかもしれませんが、はい、そんな感じで、まあ続々この後も他のやつも、まあ、今日はやらないかなと思いますけど、また塗っていきます。はい、それじゃあまた。